こんにちは、新平です。スタッツで読み解く B1 クラブ通信簿は少しだけお休みさせていただいて、今回は先日行われた B リーグアワードショー2019-20のお話をさせていただきたいと思います。5月8日から10日の3日間にわたり、 B リーグの表彰式 B リーグアワードショー2019-20が開催されました。今回から3回にわたり、アワードで表彰された選手の解説を行っていきます。初回にあたる今回は、各スタッツのリーダーに輝いた選手たちを今シーズンどんなプレーを見せてきたか、スタッツを中心に紹介します。いずれも2019-20シーズンの B リーグの話題の中心になった選手たちですので、この動画を見て今シーズンの主役を知った気分になっていただければ幸いです。ぜひ最後までご覧ください。今シーズンの各部門のリーダーズはこのような顔ぶれになりました。得点王はシーホース三河のダバンテ・ガードナー選手、アシスト王は千葉ジェッツの富樫勇樹選手、リバウンド王は琉球ゴールデンキングスのジャック・クーリー選手、スティール王はサンロッカーズ渋谷のベンドラメ・レオ選手、そしてブロック王は川崎ブレイブサンダースのジョーダン・ヒース選手、ベストスリーポイント成功率賞は京都ハンナリーズの松井慶十郎選手、最後にベストフリースロー成功率賞はシーホース三河の金丸浩介選手です。なお、富樫選手と金丸選手はベスト5にも選出されています。それでは一人一人今季の活躍ぶりを解説していきましょう。得点王に輝いたのはシーホース三河のダバンテ・ガードナー選手、平均 23.4 得点と、川崎ブレイブサンダースのニック・ファジーカス選手、京都ハンナリーズのデイビッド・サイモン選手と、リーグを代表する強力なビッグマンを抑えての獲得となりました。ガードナー選手のポイントです。新潟アルビレックス BB 時代から3年連続得点を受賞。インサイドだけでなく、スリーポイントシュートも積極的に放つ。フリースロー成功率が 85.2% と高い。得点力だけでなく、アシストも平均 4.8 個記録。今シーズンは得点とリバウンドのダブルダブルを22回達成。日本キャリア通算でもダブルダブルを記録。ガードナー選手は今シーズンから三河に移籍しましたが、河村拓也選手、桜木 JR 選手、金丸浩介選手らと組むオフェンスは B リーグナンバーワンの破壊力です。三河は平均得点こそリーグ4位ですが、攻撃の効率を示す指標である PPP は 1.01 と、B1 で唯一1回の攻撃で確実に1点以上入れることのできる攻撃力を備えています。外国籍選手のビッグマンはフリースローが苦手な選手もいますが、ガードナー選手は高い成功率を誇ります。フリースロー成功数219本はリーグ最多で、こうしたフリースローでしっかり得点できるのも得点王たるゆえんかなと思います。来日5シーズンプレーして 26.1 ポイント、 10.1 リバウンドのダブルダブルを記録しています。通算ダブルダブルはライアン・ロシター選手もクリアしていますが、平均20得点以上かつ10リバウンド以上は現在ガードナー選手しかいない記録です。改めまして、受賞おめでとうございます。アシスト王に輝いたのは千葉ジェッツの富樫勇樹選手、平均 6.5 アシストは2位以下に1試合平均1個以上の大差をつけての受賞となります。また富樫選手はベスト5も受賞しています。富樫勇樹選手のポイントです。スタッツリーダーは初受賞、 B リーグ開幕以来4年連続ベスト5に選出。今シーズンは4度の2桁アシストを記録、平均 14.4 得点も日本人トップ。 B リーグ開幕以来4年連続で平均2桁得点、日本人初の1億円プレイヤー。富樫選手は MVP と4年連続のベスト5の受賞があるんですけれども、スタッツリーダーは初めてということでかなり意外です。今シーズンは31試合で2桁得点をしていまして、これは帰化選手を除く日本人ではトップになります。 B リーグ開幕以降4年連続で平均2桁得点を挙げた日本人選手は金丸選手、富樫選手、田中大輝選手の3人しかいません。得点とアシストの両方で日本トップの実力を兼ね備えた日本のガード1番手だと思います。受賞おめでとうございます。リバウンド王は琉球ゴールデンキングスのジャック・クーリー選手、13.3 リバウンドと素晴らしい成績ですが、こちらも大阪エベッサのジョシュ・ハレルソン選手、川崎のファジーカス選手と過去受賞歴のある選手を押しのけての獲得となりました。クーリー選手のポイントです。今季30試合で2桁リバウンドをマーク、今シーズン最多のオフェンスリバウンド1試合11本を2回記録、得点ランキング9位の平均 18.4 得点と高い得点力、30試合で得点とリバウンドのダブルダブルを記録、10月23日の滋賀戦ではリバウンドから劇的な決勝点。クーリー選手といえば、やはりゴール下でパワフルにリバウンドをもぎ取る姿が本当に印象深い選手です。オフェンスリバウンド1試合11本を2回記録しているんですけれども、今シーズンはオフェンスリバウンドを平均 5.6 本獲得しています。平均5本以上獲得したのはクーリー選手のみです。2桁リバウンド30試合とダブルダブル30試合はいずれもリーグ最多の素晴らしい記録でした。
受賞おめでとうございます。スティール王はサンロッカーズ渋谷のベンドラメレオ選手。渋谷はアグレッシブなディフェンスに定評がありますが、 2016-17 シーズンの広瀬健太選手以来クラブから2人目の受賞者となりました。ベンドラメレオ選手のポイントです。 2016-17 シーズンの新人賞以来2度目の表彰、1試合4スティールを4度記録、今シーズンも20回の2桁得点をマークし、3シーズン連続2桁得点と得点力も兼ね備える。アシストも1試合平均 4.8 個の高スタッツ、2シーズン連続全試合スタメン出場、今シーズンは1試合4スティールを4回記録したんですけれども、3スティールも5回記録していまして、キャリアハイの1試合平均スティール数という素晴らしい成績でした。得点アシストも高い数字をマークしていますので、日本有数のガードと言っていいんじゃないでしょうか。サンロッカーズ渋谷はここ 1,2 年でかなり選手が入れ替わっていまして、2016年の B リーグ開幕当初から在籍しているのは広瀬選手とベンドラメ選手のみです。まさに渋谷の顔として大活躍しています。受賞おめでとうございます。ブロック王は川崎ブレイブサンダースのジョーダン・ヒース選手。今季新加入の選手ですが、 2018-19 シーズンの FIBA ヨーロッパカップでブロックランキング3位、リバウンドランキング5位とディフェンス力が素晴らしい選手です。期待通りの活躍で初受賞となりました。ヒース選手のポイントです。1試合5ブロックを1度、4ブロックを1度、3ブロックは5度記録、リバウンドも強く、得点とリバウンドのダブルダブルを13回達成、スリーポイント成功率ランキングも僅差の2位、EFG パーセンテージは驚異の 71.4%。 前評判通りブロックやリバウンドで大活躍して守備力の高さを見せつけたヒース選手ですが、スリーポイント成功率も 47.1% でランキング2位でした。これは1位の松井慶十郎選手とわずかに 0.1% 差の僅差でした。2ポイントシュートと3ポイントシュート合わせたシュート成功率の指標である EFG パーセンテージが 71.4% と非常に高いんですけれども、これは3ポイント成功率の高さに加えて2ポイントシュートの成功率も 71.8% と非常に高いためです。ヒース選手は3ポイントシュートが得意であるにもかかわらず、2ポイントシュートの場合は難しいミドルシュートは打たないで、ほとんどがペイントエリア内からのシュートです。このシュートセレクトの良さがこの数値につながっていると言えるでしょう。改めまして初受賞おめでとうございます。ベスト3ポイント成功率賞は京都ハンナリーズの松井慶十郎選手。ベテランとして実績十分の選手でしたが、ここ数シーズンは不完全燃焼でした。今シーズンは復活の初受賞となりました。松井慶十郎選手のポイントです。シーズン成功率 47.2% の歴代最高記録で初受賞、34歳のシーズンで初めて全試合スタメン出場、平均 12.0 得点はキャリアハイ、フリースロー成功率も 94.9% の高精度、 EFG パーセンテージが 61.2% とシューターとしては快記録、2ポイントでの得点のうち 52.4% がアウトサイドペイント、松井選手の3ポイント成功率 47.2%、 全試合スタメン出場、平均 12.0 得点はいずれもキャリアハイで、キャリアハイずくめのシーズンとなりました。またフリースロー成功率は金丸選手に次ぐ2位なんですけれども、59本中56本成功という素晴らしい成績です。 EFG パーセンテージは 61.2% なんですけれども、松井選手の場合、先ほどご紹介したヒース選手とは逆にペイント内からのシュートの割合が低いんですね。松井選手の2ポイントシュートの得点のうち 52.4% がペイントエリア外からですから、難しいミドルシュートが半分以上占めるにもかかわらず、このスタッツは素晴らしいのではないかと思います。受賞おめでとうございます。最後はベストフリースロー成功率賞、シーホース三河の金丸浩介選手。ベスト5も同時受賞しています。B リーグ開幕以前より驚異的な成績を残し続けてきた金丸選手ですが、今シーズンはまた新たな記録を生み出しました。金丸浩介選手のポイントです。4年連続フリースローとベスト5をダブル受賞、開幕から65本連続フリースロー成功の離れ技、3月15日の横浜戦では3ポイントシュート11本成功の B リーグタイ記録をマーク、オールスターの3ポイントコンテスト2連覇中、アウトサイドペイントのシュート成功率は驚異の 44.9%。4年連続ベスト5は他に富樫選手と田中大輝選手がいるんですけれども、リーダーズ表彰を含め2つの賞を4年連続で受賞しているのは金丸選手ただ一人です。フリースロー成功率 97.4% はキャリアハイで、今シーズンはなんと78本中76本成功という本当に驚異的な記録でした。一方で B リーグタイ記録の3ポイントシュート11本を成功させた3月15日の試合ですが、ここで挙げた45得点は今季リーグ最多です。松井選手の時にも触れたのですが、アウトサイドペイント、つまりミドルシュートは3ポイントシュートと違って毎回距離や角度が定まらないのと、自分のリズムで打てないことが多いため非常に難しいんです。松井選手もアウトサイドペイントは 42.9% と素晴らしいんですけれども、金丸選手はそれを超える 44.9% という成功率で本当にすごいです。
4年連続のダブル受賞、本当におめでとうございます。いかがでしたでしょうか。駆け足でお送りしてきましたが、どの選手も印象に残るプレーをしていたことはもちろん、スタッツを見ても本当に素晴らしい数字を残していましたね。B リーグの公式 YouTube チャンネルには各選手のプレー映像集もありますので、ぜひご覧になってみてください。この動画の概要欄にもリンクを貼っておきます。パート2は新人賞に絡んだ選手たちを中心にお届けしていく予定です。次回の動画にもぜひご期待ください。本日はご視聴ありがとうございました。動画概要欄に参考サイトなどの URL も貼り付けておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。また、今回の動画で何か発見があったとか、面白いと思ってくださった方は、コメントやご登録いただけると嬉しいです。ありがとうございました。